やっと長かった探検が終わりましたね。全部で5パートにも及ぶ大冒険だったからな。一応海底神殿という成果は出せたからよかったね。あとはメサも見つけることができたからな。それで今日は何をするんだ？エンチャントデビューしたくない？エンチャント。ついにその領域に私たちも行くのね。でもお前らのレベルってどれくらいあるんだ？エンチャントするに余裕があるレベルかと言われれば微妙だね。そこで私は考えました。今日やること。お、考えてきたのか。トラクタワークチャオでの会議。あ、じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。いやいや、ちゃんとあんたたちにも役割あるわよ。私はトラックタワーの作り方わからないよ。私も作り方はわかってないぜ。だから今回あんたたちには洞窟探検行ってきてもらいます。え、なんでですか？なんでですか？やけに今日は反抗的なのね。え、資源ってそんな足りないのか？なんだかんだで最初の1回しか洞窟探検行ってなかったからね。ダイヤモンドももう少したくさん欲しいってのも理由の一つ。それじゃあ幸運とかのツルハシ欲しいよね。あ、でもね、ここに修繕とシルクタッチがついているエンチャントボンがあるのよ。そんな紙エンチャントついている本どこで手に入れたんだ？私たち動画化されていないところで釣りとかめちゃくちゃやっていたからね。その時に手に入ったんじゃないかと思われる。このシルクタッチがあれば幸運がなくても一時的に鉱石ブロックにしておけるな。それで幸運ツルハシをトラックタワーで稼いだエンチャントで手に入れる。完璧では。幸運ツルハシを出すところが難しそうだけどね。とりあえずシルクタッチのツルハシ作っちゃうよ。せっかくならあれにしようか、ネザライトのツルハシに。お、いいんじゃないか、結構余っているみたいだし。私たちはどこの洞窟を探索する？そうだな、この辺は最初の方に探索したからな。っていうかダイヤモンド目的であるならば、普通にブランチマイニングをするっていうのも手だとは思うけどな。おお、ネザライトのツルハシできちゃいました。それってあれなんだっけ、人かに当たっても燃えないんだっけか。確か燃えない素材だったわず。なんなら今試してみようか。え、早速作ったツルハシでいきなり試すの。おお、大丈夫そうっすね。結果的に燃えなかったからよかったものの、よくあんまり調べずに放り投げれたな。燃えたら燃えたでまたマリサアンチが増えるだけなので、意図的に私のアンチを増やすな。私のエンチャントボンで釣り竿にエンチャントしたからマリサアンチが湧いちゃったけん。マジでコメントでキレられててびっくりしたぜ。あ、かなとこが壊れちゃったわ。割と使っていたんだね。じゃあこのツルハシはマリサに渡しておきます。ロストしないか心配だぜ。まあマグマに落ちてもこのツルハシだけは残るから。ネザライトのツルハシって時間経過によるロストは普通にあるんだよね。そうじゃない？燃えないってだけでアイテムが消えるってことはあると思うよ。じゃあやられたらすぐに回収するのを心がけないとな。さて、準備はこんなもんでいいかな。業務の方はもう大丈夫か？あ、私はもういつでもいけるよ。じゃあここからお互い頑張りましょう。大量のダイヤモンドを持ってきてやるぜ。懐かしいこのスケルトンスポナー。今回お前がトラックタワーに使うのはあれか、一番最初に見つけたスポナーか。まあここが距離的にも近いからいいかな。若干拠点と離れているからトロッコで繋げたりすればいいかな。ちなみに二人はどこで資源集めしているの？一番最初のホラーな拠点あったじゃん。あそこで丸石集めに使ったブランチマイニングする場所があったと思うんだが、なんか下の方に空洞あった気がするんだよな。私もマリサと同じところに行ってる。しかもこの空洞というか洞窟はダイヤが見つかる高さだから結構いい。おお、それはかなり期待できそうだ。この辺だったな。意外と洞窟自体が小さいか。え、じゃあ新しい洞窟を探さないといけないかな。鉄は取り残したやつとかがあるが、洞窟自体がそもそも小さい可能性があるっていうな。トラックタワーってこのバージョンだと作り方変わっているのかな。ああ、水流エレベーターとか変わってそうだな。モブの動きも変わってそうだからね。お、どうやらこの洞窟は結構期待できそうだぞ。広かった。見た感じ結構広そうだぞ。それってさっきのところから奥に進んだところ？そうだな、奥に進むと分岐しているところがあるぞ。私も誰も行ってなさそうな場所見つけた。お、じゃあヨウムはそっちを探索してもいいんじゃないか。うわ、砂利がたくさん降ってきた。気をつけろよ、生き埋めになっても遠いから助けに行けないぞ。砂利とか不意に落ちてくるからね、意外とケアできないところがある。真上とか掘るときは注意しないとな。この辺すごくダイヤモンドとかありそう。蒸発のダイヤモンド獲得なるか？ここから見る限りはなさそうだけど。奥の方にも空洞があるから先に行ってみようかな。あ、やばい。どうした？周りのブロック掘ったらとこの砂利が崩れて溶岩に落ちた。あれだけ気をつけろと言ったのに。ダイヤがあるかもっていう希望から全ロスの絶望に変わったね。私の持っていたアイテムは全て消失しました。いやー、あれはもう完全にトラップでしょう。どこが崩れたのか？そうだね。
私の乗っていたところが砂利が浮いている床だったんじゃないかな。そんでたまたまその下が溶岩だったということね。なるほど。上以外にもケアしないといけなかったんだな。砂利って落下する性質持っているけど、ワールド生成される時に浮いている砂利ができちゃうのなんとかしてほしい。どこが崩れるなんて思わないよ。そういえば今日の動画は4月最初の動画だね。そうだな。新生活が始まった人も多そうだな。学生の皆さんは来週からかな、学校が始まるのは。いやー、新しい学校、新しいクラス。楽しみですねー。友達がいないうぷ主は毎回クラス替えの季節が憂鬱だったらしいですが。少ない友達と一緒のクラスになれるのかってとこが大事だからだろ。世の中で一番嫌いな言葉はそれじゃあペアを作ってくださいです。久々の登場だな。まあ動画投稿は引き続き頑張るんで今年度もこのチャンネルよろしくっす。綺麗にまとめたところで私は廃校を見つけたぜ。え、その高さの廃校は期待できそう。でもさっきまで探索していた洞窟はダイヤモンドなかったけどな。言うてもダイヤモンドだからね、バカしか出てくるもんじゃない。おっと。これはいきなりスポナーみたいなものがあるな。幸運なことに毒蜘蛛はまだスポーンしていない。今のうちに壊してしまえ。よし。制圧完了。私の事故現場に戻ってきたけど、アイテムは綺麗さっぱりなくなっているみたいね。そんな大切なもの持ってなかったでしょ。まあ防具とツール一式くらいだね。序盤の段階でやられたのが不幸中の幸いだったな。ダイヤモンド見つけた後とかじゃなくてよかった。ここの廃校もめちゃくちゃ広そうだな。普通に入り組んでいるから迷いそうだぜ。廃校は似たような景色が続くから分かりにくいよね。何かしらの目印を置いておくといいかもね。私を懲らしめたマグマを駆逐しました。どういうことだよ。普通にマグマに水流しているだけです。あ、そういうことな。うわわわ、めちゃくちゃ砂利が降ってきた。業務がいる場所砂利多すぎじゃない？ここ危険地帯かもしれない。まさかそこまで砂利が驚異的な存在になるとはな。砂利は人生を狂わすかもしれない。それは過言だろ。トラックタワーの進捗はどうだ？とりあえずは基礎は作ることに成功した。ここからスケルトンを運ぶシステムを作らないといけない。そこがトラックタワーの一番難しいところだよね。イメージ的にはスケルトンを上に運んで落下ダメージで体力を削るって感じだよな。そのイメージ合っているね。ちなみに水流エレベーターはソウルサンドを使うみたい。ソウルサンドでどうやってエレベーターを作るの？水中に置かれたソウルサンドって泡みたいなものが出てきて、上にあるのものを浮かばせるっていう性質があるらしいんだよね。なるほどな、それってトラック以外にも使えそうだよな。そうだね、ブランチマイニング場とかこれで行き来してもいいかもしれない。そうなるとだいぶ楽になりそうだね。階段を登っていく方法と比べたら格段に便利だな。むむ、何かの気配を感じる。おっと、ここで毒蜘蛛が勝負を仕掛けてきた。くそ、毒を食らってしまった。そっちはそっちで毒蜘蛛がいるから大変そう。毒が厄介なんだよな。今の毒蜘蛛はどこから来たんだ？うん、あ、ここにスポナーがあるのか。そういえば確認してなかったが、毒蜘蛛スポナーは壊しちゃっていいよな。いいと思うよ、そこまで使い道ないと思うし。ところでヨウムはどこにいるんだ？さっきの砂利の危険地帯をさらに奥に行った場所かな。でもここも行き止まりだからそっちに合流しちゃってもいいかもしれないね。そうだな。多分私一人では廃校は探索しきれないからな。ダイヤモンドは今のところ全然ないけど、鉄鉱石とか石炭はたくさんあるな。鉄は今回の探索でどれくらい集めればいいのかな？うん。3人いるからな、最低限3スタックは集めていきたいところはある。いや10スタックくらい集めてきてよ、10スタック。なかなか大変な量を求めてきているな。でもそれくらいあったら十分だよね。この前みたいにたくさんやられたりするとそれくらいの量は欲しい？ピンチは唐突に来るからな。じゃあできる限りたくさん集められるようには努力する。思ったけど洞窟探検の絵って地味だよね。それはいつものことじゃん。まあそうなんだけどさ。じゃあ見ている皆さんが飽きないようにヨウムのエピソードトークを。エピソードトークなんてないよ。そんなこと言っているとパワハラだってマリサアンチに言われるよ。これもパワハラになるならもう何も言えない。これはあれだ。メディアに規制がかかりまくってオワコン化していくコンテンツを表現しているようだ。え、この実況ってそんなブラックなネタも扱うようになったん？今の発言はまだグレーゾーンだと信じたい。実況のスタンスが行方不明になってます。良い子も見れる楽しいマインクラフトだよ。なので安心してください。今度は露骨に媚び始めた。アイテムが足りなくて戻ってきたの巻。マルコちゃんのタイトルみたいになってる。っていうかトラックタワー全然時間かかるわ。ささっと作ってそっちに合流しようかなと思ってたんだけど。甘く考えすぎてたんじゃないか。は、なんだこいつ、マリサアンチの皆さん、ひどいですよね今の発言。お前がマリサアンチの根源なんじゃねえか。黒幕って案外身近にいるものだからね。ふふ、嫌がちで怪しくて草。ご視聴ありがとうございました。概要欄には生声実況チャンネル、実写チャンネル、Twitter、ミルダムの URL があります。生声実況チャンネルではゆっくりの撮影裏側。実写チャンネルでは普段使っている PC 開封動画やうぷ主の日常。Twitter では動画の最新情報。
ミルダムではマイクラ配信やゆっくり実況のネタ制作も今後行う予定です。よかったら皆さんそれぞれチェックしてみてください。それじゃあ次回の動画でまた会おうぜ。